ちょうどいい機会だ。無能は首だ。一瞬何を言われたかわからなかった。普段から俺を無能だと罵る部長。ある日部長が清掃員の女性を泥棒扱いしていたところを俺がかばった。彼女はそんなことしません。証拠はあるんですか？ああ、お前、会社の人間より、わけもわからん薄汚い清掃員を信じるのか？いえ、そういうことを言っているのではなくて。すると部長は、ニヤニヤ笑いながら、顔を近づけて、とんでもないことを言ってきた。この泥棒をかばうってことは、お前も同罪だな。前から無能だと思っていたが、ここまでバカとはな。救いようがない。いい機会だ。このことは上に報告しておく。お前はクビだ。明日から会社来なくていいぞ。え？こんなことでクビ？ふざけるな。俺は部長を睨みつけるも、部長はスタスタと歩いて行ってしまった。いいさ、お望み通り、こんな会社辞めてやる。そして、俺が会社を辞める日、まさかの大惨事が起こるのだった。俺の名前は、冷水圭介。今年で33歳を迎える、ごくごく普通のサラリーマンだ。パソコンやスマートフォン向けのシステム開発会社で、エンジニアとして勤めている。昔から、人前に出たり、注目を浴びることが苦手だった。人の目を意識すると、極度の緊張で、言葉が出せなくなってしまう。そんな俺だが、黙々とパソコンに向かって作業をすることは得意で、学生の頃には趣味の一環として、自分で簡単なアプリを開発することもあった。今勤めている会社の採用面接には、親会社の役員が関わっており、その人は、あなたの技術を買いたい。確かに大舞台に立つことは苦手でも、その分開発に熱を注いでくれればいい。と、何とも温かい言葉をくれたのだ。しかし、親会社の理念が子会社の社員全員に浸透しているわけではないことを入社してから知ることになる。冷水、今メールできた案件のデータ、午前中にまとめて先方に送り返しておけ。部長の井上さんが大きな声で5メートル先の席に座る俺に指示を出す。取引先から現在の業績と進捗データが欲しいと依頼が来たのだ。しかし、その依頼先は井上さん。しかも、期限は今週中にと設定されている。午前中ですか？メールには今週中までと。お前は本当にバカだな。今週中までと言われて、本当に一週間かけるやつがあるか。即返事をするのがマナーなんだよ。そんなマナー、教わった覚えがない。それに、俺だって暇なわけではないのだ。でも、今急ぎの用事が。だからなんだ。両方午前に終わらせればいい話だろうが。そんな、間に合いません。せめて午後に。無能のくせに、口答えするのか。お前は、プレゼンでも商談でも役に立たないんだから、その他で挽回しようとは思わないのか。ほんと、向上心のない奴はこれだから。そこまで言うのなら、自分で対応すればいいのにと思うが、そうこうしている間に、冷水の方から午前中に返信させますという内容のメールを勝手に送られてしまった。そんな時間があるのなら、自分が手をつければいいのに、と思いつつ、慌てて今の作業を中断し、本来井上さんがやるはずの業務に取り掛かる。なんとか12時までに終わらせ、送信すると、井上さんは、遅いんだよ。ギリギリに送ってどうすんだ。と怒鳴ってきた。何を言っても怒られるだけなので、
適当に返事をすることしかできない。本来、午後までに行うはずだった仕事を昼休み中に行わなければならず、みんなが席を立つ中、俺はパソコンにかじりついていた。午後になり、先ほどの取引先からメールが返ってきた。迅速に対応してくれたことへの感謝の言葉と、まとめたデータが予定していたものより随分とわかりやすく、このまま使えそうであるというお褒めの言葉をいただいた。頑張ったことが報われた俺は嬉しくなって、すぐに返信しようとしたのだが、先に井上さんが自分の手柄のように、日頃から取りまとめていたデータのレイアウトを変えただけですので、礼には及びませんよ、などと返事をしてしまった。もう抗議をする気力もない。俺はこっそりため息をついて仕事を再開した。冷水さん、明日の会議資料ですけど。夕方、同僚に話しかけられて身を固くする。何か不備でもあっただろうか。しかし、彼の態度は困った様子でも怒っているようでもなかった。すごく見やすいです。どうしてもこのデータを入れると硬い資料になってしまうのに、冷水さんがまとめるととても簡潔ですよね。どうやっているのか教えてほしいんですけど。褒められているのだと気づくまで少し時間を要した。あ、そういうことか。いえ、大したことでは。でも、俺は資料を作っていた時のことを思い出し、コツを伝えた。同僚は満足して礼を言うと同時に、あることを耳打ちしてくれる。さっき、冷水さんのデータを部長が自分が作ったかのようにメールしてたじゃないですか。そうですね。実は、さっき先方と別件で電話していたので、あれは正真正銘、冷水さんが一から作りましたって伝えておきました。え？本当に助かったと伝えておいてくれって言われましたよ。ありがとうございます。いいえ、真実を正しく伝えただけですから。俺の努力が認められて、少しだけ心が軽くなった。しかし、もちろん俺をないがしろにする人は変わらない。いや、水、どうせお前は会議に出ても何も発言しないんだろ。時間の無駄だから、資料庫に行ってこれ探してこい。井上さんから渡された紙は、過去の製品リストだった。開発経緯などを事細かに記載したファイルがあるから持ってくるようにとのことだ。確かに会議で発言することは苦手だ。だけど、みんなの話を聞いたり、方針を把握することは大事だと思うのだが、井上さんに俺の意見が通るとも思えない。素直に従い、資料庫へ向かった。目当てのファイルを見つけ、台車に積む。座席に戻ろうとしたが、あまりにも乱雑に積まれたり、上下逆さまに並べられたファイルが多く気になってしまう。会議が終わるまでには時間がかかるので、少し整理していると誰かが入ってきた。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。確か先月からこの会社の専属清掃員として働いている女性だ。名前は桂山由衣さん。俺と同じくらいの年齢だろうが、長い髪を後頭部で雑に縛り、どの高そうな分厚いメガネをかけているせいか、実年齢はつかめない。加えて、作業着である長ズボンとエプロンは汚れが目立っている。いきなり現れたもので驚いてしまった。守秘義務などの契約も交わしているため、資料庫にも立ち入れるのだろう。ああ、お仕事ですか？すみません、すぐ出ます。お気遣いなく。あれ？ここの資料ってこんなに綺麗でしたっけ？桂山さんがぐるりと棚を見渡した。ちょうど
俺の整理が終わったところだったのだ。すみません、俺が勝手に片付けちゃいました。もしかして彼女の仕事だったのかもしれない。彼女には彼女なりのプランがあったのであれば申し訳ないなと思っていると、桂山さんはメガネの奥の瞳を輝かせた。すごいです。さっき覗いた時はとても見られたものじゃなかったのに、この短時間で綺麗に。冷水さん、お仕事だけじゃなくてお掃除も丁寧なんですね。俺の名前知ってたんですか？もちろんです。とても仕事が細やかだと聞いています。そんないいものじゃ、みんなお世辞を言ってくれているだけですよ。だって無能だって言われているんですから。誰がそんなことを？俺は猪山さんの言動とその原因を作った自分の性格について打ち明けた。何に緊張しているのかわからなくて、それでもただ大勢の目が向くと怖くて、もう社歴も長いのにいつまで経っても仕事場に馴染めないというか、情けないですよね、こんな悩み。そんなことありません。私も似たようなものですから。え？いえ、今は冷水さんのお話ですよね。すみません。でも今朝の話を聞く限り、冷水さんを必要としてくれている人はいるってことですよね。そうだといいんですが、社交辞令かもしれないと思うと。社交辞令でわざわざ教えを請いに来たり、取引先との話題に出したりしませんよ。少なくとも私は。そうかな。はい、冷水さんの評判が私にも伝わっていることが何よりの証拠です。そう言われるとそうかもしれない。調子に乗るといいことなんてない。でもちょっとだけなら自信を持ってもいいのかもしれない。その日から俺は頻繁に桂山さんと話すようになった。互いの休憩時間がかぶった時や残業終わりのタイミングなど、彼女と会う機会は多く、俺が落ち込んでいたりするといつも元気をもらっていたのだ。ある日俺は桂山さんの分厚いメガネが気になった。視力のいい俺はメガネをかけたことがない。確か近視の場合、視力が悪いほどレンズが厚くなると聞いた。桂山さんって視力相当悪いんですか？え？ああ、これのことですよね。メガネを外した桂山さんの顔は前髪に隠れてよく見えない。そうですね。とても悪いと思います。かけてみますか？はい、と渡されたメガネを目の前にかざす。目のピントが突然合わなくなり、クラクラとめまいを起こしたような感覚になった。すみません、きつすぎましたよね。はい、かえって何も見えませんでした。何も見えない？桂山さんは俺の言葉を復唱すると、何か思いついたのか、いい考えがあると言った。メガネをかけてれば、人の視線なんて気になりませんよね。だって見えないんですもん。確かにそうですね。このメガネは度がきつすぎるので負担がかかっちゃうと思うんですけど、私が昔使っていたメガネならかけられるかもしれません。その翌日、彼女が学生時代に使っていたというメガネを渡された。茶色のフレームに薄いレンズ。かけてみると視界がぼんやりとしていたが、めまいを起こすほどではない。ずっとかけていると目が悪くなってしまうので、ここぞという時のお守りとして使ってみてください。視界を遮るだけでうまくいくとは思わなかったが、桂山さんが真剣に俺のためを思って言ってくれているのだ。試す価値は十分にある。それから行われた直近の会議で、俺は自分が担当するシステムについて説明しなければいけなかった。いつも緊張してしどろもどろになり、
周囲の目が痛くて、さらに言葉を失う。最終的には、後ほど参考資料と説明をメールで送ります。と言っては、猪山さんに。自分の仕事を自分で増やすなんて、本当に無能だな。と、馬鹿にされている。今日もきっと同じ展開になるだろう。と、みんなの空気感から気持ちが伝わってくる。俺は、桂山さんのメガネをかけた。顔を上げると何も見えない。人のいる気配はするが、誰がどこにいるのかわからないほどだ。見えなければいないに等しい。一人でプレゼンの練習をしている時と同じだ。今回依頼されたコンセプトに沿って作った試作品ですが、言える。言葉がつまらない。緊張どころか一人でいる時と同じくらいリラックスできている。デメリットは自分の資料も見えないこと。しかし自分の作った資料やシステムのことくらいカンペを見なくても説明できる。加えてみんなの反応もわからない。でも今は臆することなく説明ができていることに感動していて、正直反応なんて気にしていられない。とにかく自分の成果を、自分の思いを伝えたい。一生懸命口を動かし、見えない誰かに言葉を届ける。最後まで説明し終えたとき、まさか拍手を送られるとは思っていなかった。冷や水、どうしたんだよお前。プレゼンできてるじゃないか。噛まないし、言葉にもつまらないし、何よりわかりやすかったよ。そりゃそうだよな。冷や水の作る資料はいつも明確なんだから。本人が説明すれば、鬼に金棒と言ってもいい。大絶賛してくれる同僚のみんな。俺は、メガネの効果を実感してしまったのだ。見えないだけで、要は気の持ちようで、こんなに世界は変わるものなのか。驚きつつも、達成感にあふれ、後で桂山さんにお礼を言わなければと考えていた。俺は、早くこの気持ちを伝えたくて、桂山さんを探した。すると、備品棚の床を掃除している桂山さんを見つけた。桂山さん。冷や水さん？どうしたんですか？そんなに慌てて。桂山さんの言う通りでした。見られていることがわからないだけで、こんなにもうまくいくなんて、本当にありがとうございます。私はアドバイスしただけですよ。もともとの冷や水さんの実力です。桂山さんが気づかなければ、俺は何も変わっていませんでした。ぜひお礼させてください。そんな、大それたことではないですが、でも、せっかくなので、お言葉に甘えさせてもらおうかな。押し付けられた備品の整理をする俺と、その備品棚の周囲を掃除する桂山さん。普段なら、ため息を吐きながらの作業だったはずなのに、彼女と話していると、あっという間に終わってしまう。そんな俺たちの様子を、遠くから見ている人がいた。翌日、出社した俺は、オフィスの中心に向かった。人だかりができていて、騒がしく、異様な雰囲気が漂っていたからだ。何かあったのだろうか。猫が迷い込んでいたりして、なんて、のんきなことを考えていた俺は、その中心を見て、血の気がうせた。さっさと白状しろ。証拠はあるんだよ。私じゃありません。そこには、猪山さんに詰められている、桂山さんの姿があった。桂山さん？あ、冷や水さん。普段の人の良さそうな笑顔は失せ、この状況に怯えているように見えた。一体何が？こいつは産業スパイなんだよ。会社の情報を盗み出し、他社へ横流しする。その取引の証拠が、着替えのロッカーから見つかったんだ。猪山さんが見せてきた書類には、社外秘のデータが記載されている。これが、
桂山さんのロッカーに。何かの間違いか、濡れ衣ですよ。彼女はそんな人じゃありません。桂山さんが産業スパイなら、俺に構っている時間なんてなかっただろう。それに、俺を懸命に応援し続けてくれていた彼女に、そんなことができるとは思えない。無能なお前が、無能な清掃員をかばうとは、なんとも美しい弱者の助け合いだね。かばう俺を、猪山さんは細い目で見た。そういえばお前たち、やけに仲が良かったよな。この汚い清掃員の女は、最近雇われたっていうのに。それは、相談に乗ってもらっていたからで。相談？違法取引のか？は？何を言ってるんですか？わかったぞ。お前も産業スパイで、こいつに横流しの指示を出していたんだな。すっとんきょうな、言いがかりとも言える推測に、呆れて言葉が出ない。この清掃員の女が、うちの内部資料を隠し持っていたのは事実だ。こいつをかばうんだったら、お前も同罪だぞ。そんな、ちゃんと調べてください。調べるも何も、ここに証拠があるだろうが。証拠って、横暴すぎやしませんか？ああ、お前俺のこと疑ってるのか？お前は会社の人間より、わけもわからん薄汚い清掃員を信じるってわけだ。どう考えてもおかしいよな。やっぱりお前、こいつの仲間だろ。え？俺が何を言っても、この人は桂山さんに罪を着せる気だ。何を言われようと、彼女は無実です。俺は、彼女を信じています。ほう、そこまで言うってことは、お前も同罪だ。いくら無能なお前でも、この意味わかるよな。ニヤニヤしながら、猪山さんが、俺ににじり寄ってくる。冷水さん、もういいです。私一人が辞めればいいだけですから。怯えた目で、俺を見る桂山さん。いいのか、これで。いや、こんなこと間違っている。俺の意思は変わりません。すると猪山さんは勝ち誇ったように言った。お前らのことは上に報告させてもらう。冷水、お前はクビだ。こんなスパイまがいのものをかばう奴は会社の敵だ。面倒を見てやっていたのに、恩をあだで返しやがって。お前は最後まで無能だったな。面倒を見てもらった覚えなどないと言いたかったが、もうどうでもよくなった。クビだと通告されても、不思議とショックを感じない。俺は素直にうなずいて、自分のデスクを片付け始めた。冷水さん、いいんですか？俺の態度に戸惑う桂山さん。俺は、はい、と戸惑いなくうなずいた。すみません。私をかばってくれたばっかりに、冷水さんまで。むしろ、機会をくれたことに感謝しています。いい加減、猪山さんの下で働くことに限界を感じていたんです。なんだかすっきりしました。あの、私は産業スパイなんて。大丈夫ですよ。そんなことしていないのはわかります。もし取り調べを受けても、証拠品から、桂山さんの指紋が出てこなければ、きちんとした証拠品にはならないでしょうし。そう言うと、桂山さんは泣きそうな顔で笑った。私の心配をするなんて、お人よしですね。桂山さんは、俺にこっそり耳打ちをした。昨日言っていたお礼、今お願いしてもいいですか？え？そう言って彼女は上目遣いで俺に微笑んできた。俺たちが産業スパイだという完全な証拠がない限り、俺には有給休暇を使う権利がある。そのため、溜まっていた休暇を消化していたある日、電話がかかってきた。
番号を確認すると会社からだ。今更話すこともない。何か必要な手続きがあれば、有給最終日に一度出社するので、その時でいいだろうと思い、無視を決め込んだ。そして数日後、退職手続きのために会社に行くと、これまでにないほど慌ただしかった。何かあったんですか？もう俺には関係ないと思いつつ、社員の一人に尋ねると、困惑の表情を浮かべていた。ちょっといろいろ、冷水さんが過去に作っていた資料とかって、どこかに保管されていますか？え？俺の携わったものは、井の山さんが、スパイの資料なんて当てになるかとか言って、全部破棄したみたいですけど。そうですか。大丈夫ですか？その社員の目の下には、うっすらとクマが見える。よく見ると、他の社員も同様だった。冷水さん、よく来てくださいました。俺に気づいた社員たちがわらわらと寄ってくる。何が何だかわからなかったが、誰かが状況を説明してくれた。俺はこれまでプレゼンや説明会に出られない分、資料の作成を任されることが多かった。それこそ自分の手がけたシステムからチームで取り組んだものまで。俺がいなくなってからというもの、当然他の社員が代わりに資料を作り、プレゼンに挑んでいたのだが、わかりにくい、根拠が不明だ、アピールポイントがわからないと何度もお叱りを受けているうちに、わずか数週間で信用を失い、契約打ち切りが後を絶たないらしい。総額100億円ほどの損失になるとか。そんなバカなと思った。たとえ俺の資料の出来が良かったとしても、みんなも社会人だし、俺より社歴の長い人は何人もいる。そんな人たちがそこまでひどい資料を作るとも思えなかった。その疑問を口にすると、みんなが言いづらそうに口ごもる。少ししてぽつりとつぶやかれた。冷水さんの代わりの資料、全部井の山さんが作っていたんだ。え？俺に首通告をしたのはいいが、肝心の証拠が未だに出てこないらしい。当然だ。俺も桂山さんも無実なんだから。そのことを役員たちに咎められた井の山さんは、本当に俺たちが産業スパイだと判明するまで、俺の仕事をすべて行うようにと役員たちから指示されていたそうだ。これまで資料作成は全部俺に押し付け、プレゼン自体も別の社員に任せていた。自分は後ろで指示を出し、見ているだけ。開発にもろくに携わっていなかったので、根拠のよくわからない資料を無駄に時間をかけて作っていたそうだ。その結果が今につながる。みんなは契約をつなぎ止めようとしたり、後処理に奔走しているわけだ。冷水！数日ぶりに聞く怒鳴り声に、俺の周りにいた社員が引いていく。みんなと同じく、熊を作った井の山さんが、ずかずかと俺の前にやってきた。何回も電話したのになぜ出ない？だって、クビになったんですし、もう俺に用はないですよね。あるに決まっているだろう。今まで作っていた資料、全部作り直せ。何を言っているんだ、この人は。あまりにも自分勝手な命令に、開いた口が塞がらない。井の山さんが破棄したんですよね。だからなんだ、もう一度同じものを作り直せばいい話だろうが。無能の俺に、そんなことができると？無能の部分を強調して言ってみる。どんどん周りに人が集まってきた。みんなの注目を浴び、冷や汗が流れる。発表の場でもないのに、人の視線が痛い。俺に非はないのだから、彼を無視し、人事部に挨拶して帰ろうか。
そう思ったとき、猪山さんの肩を押しのけ、前に出てきた人物がいた。社長だ。冷水くん、私からも頼むよ。社長。どうにも、彼には君のように仕事をすることができないらしい。おまけに、君の不正取引の疑いも、今となっては怪しいものだ。どうか戻ってきてくれないかね。こんなことを頼むなんておこがましいとわかっているが、我が社には君が必要なんだ。最初の面接でも似たようなことを言ってくれたこの会社。でも嘘だった。残念ですが、転職先はすでに決まっているんです。今日は退職の手続きを済ませたら帰ります。俺たちがこんなに頼み込んでいるのによくそんな態度でいられるな。自分の行動を棚に上げ、猪山さんは俺に強く出る。その時、凛とした声がオフィスに響いた。あら、罪をなすりつけて退職に追い込んだくせによくそんな態度でなんて言えますね。そのお言葉、そっくりお返ししますわ。その場の全員が声の方に顔を向ける。艶のある髪を長く伸ばし、前髪を耳にかけ、端正な顔立ちをあらわにした美女が立っていた。グレーのスーツを身にまとい、堂々とした立ち姿に圧倒される。なんだお前は。部外者は立ち入り禁止だぞ。猪山さんが女性に食ってかかるが、社長が慌てて頭を下げさせる。猪山くん、なんてことを言うんだ。彼女は桂副社長だぞ。桂副社長？オフィスがざわつく。知っている人と知らない人が半々といった形だ。そうだ、桜システムズの次期社長。まさか知らないのか？桜システムズとは親会社の名前だ。そんな相手に部外者と言ってしまった猪山さん。しかし謝罪の姿勢は見せない。その桂副社長が一体何のご用で？冷水さんはうちで働いてもらうことになったの。彼のサポート力と技術力は素晴らしいわ。そう、俺の転職先は親会社なのだ。目を見開いた社長と猪山さん。そう、そんな無能が役に立つわけがない。人前でプレゼンできないような人間。あら、人には得意不得意があるのご存知？それに、私は彼の技術を買いたいの。大舞台に立つことは苦手でも、その分開発に熱を注いでくれればいいわ。その言葉は、俺が採用面接の時にかけられた言葉だった。彼女こそが、俺の面接官の一人だったのだ。一度だけの出会いだったので、顔や名前はわからなかったが、向こうは俺のことを覚えてくれていた。それだけじゃない。こいつは産業スパイで。私になすりつけようとした一件のこと？その時、桂副社長は眼鏡をかけ、髪を一つ結びにした。猪山さんはその姿を見て、声を震わせた。あ、お前は。相変わらず、人を下げるのがお上手だこと。そう言った桂副社長の姿は、桂山さんにうり二つだった。そう、桂山さんの正体は、親会社の副社長なのだ。彼女の本名は、桂由衣。わざわざ、桂山という偽名を使っていたのには、わけがあった。学生の頃から成績優秀で、経営者の道を迷いなく進んでいた彼女。社会人になり、エリート街道まっしぐらの中、桜システムズの副社長であり、次期社長候補として活躍するようになってからというもの、いかに会社を大きくするか、それだけに注力してしまっていた。いろいろな経験を積んできた自分の意見こそ正しく、
社員の話は聞かない。社員を信用せず、何にでも口を出し、気に入らないことがあると怒鳴りつけることもしばしば。そんな彼女は多方面から反感を買い、いつしか孤立していた。ようやく自分の状況に気がついた時には、誰も彼女の話を聞かず、指示も無視される始末。どうすればいいのかわからない。何を信じていいのかわからない。そんな彼女に、現社長、つまり彼女の父親から視野を広げた方がいいと諭されたそうだ。そして違う世界に選んだのは、子会社の清掃員業。社員を、会社をさらに俯瞰してみるために、別の会社で他業種として働くことにしたそうだ。子会社であれば手続きは簡単に行える。万が一にでも自分の正体がバレないようにと偽名を使い、彼女はたくさんのものを見てきた。自分のように威張り散らす人、意見を言えずに言いなりになっている人、与えられた環境で頑張る人、人の足を引っ張り蹴落とそうとする人、自分を変えようと努力する人。たくさんの人や環境を観察しているうちに、いかに自身が傲慢であったか、どうあるべきであったか、だんだんと理解できたらしい。冷水さんのように現状を打開するべく努力し、実力におごらない人柄こそ今の私に欠けている要素。もちろん仕事もできる。私には彼が必要なの。そんな人材、なおさら手放すわけにはいきませんな。冷水、お前はここの人間だ。お前なんかが親会社に行って何になる？せいぜいボロ雑巾のようにいいように使われて終わるだけだぞ。猪山さんがそう俺に言った。ボロ雑巾か。俺をこき使っていたのはあんたじゃないか。すると桂副社長は笑いながら言った。手放す？そんな悠長なことを言っている場合かしら。何？だってあなたは解雇されるんだもの。は？おかしいと思ったのよね。たかが清掃員と社員一人をはめるために、あそこまで手の込んだ不正取引の証拠書類が存在するなんて。桂副社長はヒールの音を立てながら猪山さんにカツカツと近づく。だからこっちでいろいろ調べさせてもらったわ。冷水さんが犯人である証拠なんていつまで経っても出てこないわよね。だってあなたが犯人なんだもの。何を証拠に？証拠だらけよ。だって横流し先に暴露させたんだもの。メールの履歴もバッチリ。そんな、でっち上げだ。大方、そのうちバレる前に誰かになすりつけておこうと思ったんでしょうね。それで最近評価の高くなった冷水さんをターゲットにしたってとこかしら。仕事のできないあなたにとって、自分が下に見ていた相手が成果を上げている姿は気に食わないんじゃない？そしてと、桂副社長は社長にも冷ややかな目を向けた。あなたも関与しているという情報も得たわ。前々からおかしいと思っていたのよ。ここの経営方針がうちが指示したものと全く違うんだもの。私腹を肥やしているうちに悪い方へ進んでいたみたいね。社長までも顔を青ざめさせ、猪山さんの肩を叩く。そんなこと、誰かが我々をはめるための罠だ。なあ？ええ、そんなことするはずないですもんね。ほら、冷水からも言えよ。俺たちは立派な上司で、不正なんかないって。それに、証拠の信憑性もどうせ確かではないんだろう。彼女はお前に一目置いているんだから、お前が言えば俺たちの疑いは晴れるんだ。不利なことを言ったらどうなるか分かっているよな。
と小声で脅される。そしてそんな俺をみんなが見ている。こんな大事な場面で誰もが俺の発言に注目している。めまいがした。息が苦しい。そうだ、こういう時のためにお守りを持っているんだ。俺はカバンに忍ばせていたお守りのメガネをつかむ。これをかけて誰が誰だかわからなくなれば。どうした、冷や水。冷や水、おい。俺はぐっと手を握った。これじゃあ今までと同じだ。俺は俺を認めてくれた人のためにも。そう心で決意をしてみんなに向き直った。証拠はあります。メガネを掴んでいた手を離し、スマートフォンを引っ張り出す。社長と井上さんが共謀しているやりとりのメール。かさ増しした請求書のデータ。計算の合わない利益額と収入のグラフ。俺がこれまでの資料に使っていたものだ。おかしいとは思っていたが、不正取引が行われていたとは夢にも思っていなかった。桂副社長に頼まれて、過去のデータを思い出し、首通告をされた日に彼女に渡しておいたのだ。一昨年の7月の報告書と昨年の決算書、このデータを見る限り不正があったと考えられます。そして相手への証言もあります。取引先は不正な取引だと知らなかったようで、大変ご立腹でした。言えた。メガネをかけずに相手の顔を見て。そろそろ観念したらどうかしら？うなだれる社長と井上さん。こうして二人の悪事は社員全員の知るところとなり、後日彼らの不正はニュースに取り上げられた。もちろん解雇どころか警察沙汰だ。社内には別の代表が置かれることになり、全員の意識改革から始まることになる。指揮系統は桂副社長。責任感の強い彼女は子会社がもう一度独立して運営できるようになるまで面倒を見てくれるらしい。そんな彼女の秘書として俺は新たな人生をスタートさせた。たまに彼女のことを K山さんと言ってしまい、慌てて訂正する。そんなに言いにくいなら、下の名前で呼んでもいいのよ。え?そんなの、まるで恋人みたいじゃないか。そう思っていると、彼女は茶目っ気たっぷりにウィンクした。もちろん、会社から出た時だけね。やはり、そういうことらしい。メガネを外し、コンタクトレンズをつけている彼女の顔は本当に美しい。正体を隠していた時は、極力顔を見られないように、髪で隠したり、メガネをかけていたそうだ。でも、どちらの彼女も魅力的だと思う。そうでなければ、彼女とのあの時間を心待ちにしていたはずがない。俺のカバンには、今でも、お守りのメガネが入っている。でも、もう使うことはない。相手の姿がはっきりと見えても、視線を感じても、もう臆することはなくなったのだ。それでも、お守りを持ち続けている理由は、あの苦手を克服した時の感覚を忘れないようにするため。今後の人生でも、挫折や困難がつきまとう。それでも、あんな状況を乗り越えた俺になら、きっともう怖いものはない。俺が得た勇気を持つというお守りを、いつか自分も他人に与えよう。そのために、俺自身も苦境に自ら立ち向かっていける人間になりたい。